どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2019年、まあ、こちら7月に撮影しているんですけども、今現在の、リクマイラーの私の、クレジットカード、リクマイラー向けの、ね、クレジットカードのおすすめをね、今回ね紹介させていただこうと思います。でですね、まあクレジットカードって結構たくさんあって、私がリクマイラーになった時にですね、まあ、こういう動画があればいいなっていうので、思ったので今回作らせていただきました。まあ一つずつね紹介していきたいと思います。まあやっぱり一番最初やっぱりこれですかね、 SPG Amex なんつってもやっぱりこれが一番なんじゃないかなと思います。まあ還元率 1.25%、 100円で 1.25 マイルが貯まるというクレジットカードですね。しかも、SPG マリオットボンボイの上級会員が発行するだけでもらえるというクレジットカードです。で、まあ、年会費はね、3万4000円、今の税率で3万4000円かかります。ですけども、それがペイできるだけのね、特典、さらに、ポイント制度がとても充実してるんで、今、リクマイラーと言われている方の中では、ブログでも私紹介しておりますけども、最強と言われているクレジットカードですね。こちらを私はメインカードとして利用して日々の決済をしているっていう感じですかね。これがまず第一つ目なんですね。で次にですね、どれ行こうか、こちらアメックスゴールドで、私はですね、こちら妻のカードなんですけども、私はもう昨年発行して、昨年はですね、昨年はキャンペーンがやっておりまして、初年度年会費無料だったんですよね。初年度年会費無料。で、1年間維持することができて。で、このアメックスゴールドって何がいいかっていうと、まあ、私が発行した時は、年会費が初年度無料キャンペーンがやっておりましたので、もちろんそれがとても魅力的だったっていうのもあるんですけども、このアメックスゴールド何がいいかって、これ持っているだけで、プライオリティパスが2年間ですね、年に2回、こちらですね、プライオリティパスっていうこちらラウンジに入れるカードなんですけども、これが年2回までこれ発行するだけで今 もらえるっていうやつ、2回しか利用できないんですけども、年間っていうのをもらえるっていうのを今もやってるんですけども、やってまして、それが昨年の SFC 修行の時に、利用したくてこのアメックスゴールドを、ね、発行いたしました。で、私が発行した時は先ほど言った通り、年会費は初年度無料だったので、私年会費払ってないんですよ。で、これ普通に年会費払うと3万円ぐらいかかるんですよね。結構高いんですよ。で、還元率がすごいいいかというとそうでもないんですよ。ですので、まあ、私としては年会費無料 でこのプライオリティパスが年2回利用できるっていうのと、あとこちらアメックスゴールド、まあこれはアメックスゴールドに限らないんですけども、これアメックスが発行しているプロパカードと呼ばれているクレジットカードなんですね。まあアメックスが発行している、代理店を通さず直で発行しているクレジットカードで、こちらだと、羽田、まあ、関東圏の方、羽田、成田、国際線使えますよね。まあ、あと、中部とか、もう対象だと思うんですけども、そこから国際線でどこかに行く場合、もしくは国際線でどこかから帰ってくる場合、スーツケース無料で、羽田から自宅から、先行くときに、自宅から羽田。もう一つが羽田から自宅っていう、その、まあ、成田でもいいんですけども、スーツケースをですね、送ってくれるんですね。無料で。まあ、配送してくれるっていうイメージですよね。ですので、スーツケースって重いじゃないですか。それが、これ持ってるだけで、無料で利用できるんですね。これが何回でも利用できるんですね、アメックスゴールド。まあ、グリーンでもできますし、プラチナでもできるんですけども、まあ、私はね、昨年 SFC 修行した時にその特典も利用したくて、発
発行したっていうことですね。まあ、初年度年会費無料でしたので発行したっていう感じですね。まあ、今年はですね、残念ながら、6月からキャンペーンが切り替わってしまって、今これ年会費無料で維持することできないんですよ。紹介とかの特典で、いくら以上使うといくらもらえますよみたいなキャンペーンはやってるんですけども、まあ、残念ながら初年度から3万円ぐらい年会費かかりますんで、まあ、また初年度年会費無料キャンペーンが戻ってくるかもしれないんで、今持ってない方は、まあ、そのキャンペーンで利用していくら利用して、マイルを、ポイントがねたくさんもらえるみたいな目当てで発行される方はねおすすめなんですけども、まあ、このプロリティパスとかこの空港宅配のために発行するっていうのはあんまりおすすめじゃないですね。っていうのも、まあ、分かると思いますけど、空港の宅配なんて、まあ、往復で、まあ、4000とか5000円ぐらいですよね。このカード3万円ぐらいしますんで、そうやったら現金で払った方が安くなっちゃいますんで、あんまり意味がなくなっちゃいますんで、今現在はね、持ってない方はもうちょっと待って、初年度年会費無料キャンペーンがもしかしたらまたあるかもしれないんで、まあそちらもね、チャンスを狙って発行されることをお勧めします。このプライオリティパスもね、年2回使えますんで、こちらは初年度無料だったら、これも2回無料でできるっていう話になりますからね。で、次です。こちら。MI カードゴールド。こちらプラスになった。まあ、こちらは私がお勧めしているのはこの MI カードのゴールドであって、 MI カードゴールドプラスでもゴールドでもどっちでもいいと思ってます。まあ、というのも、まあ、プラスと普通のゴールドって2つあるんですけど、こちらは年会費1万からですね。で、普通のゴールドは年会費5000円なんです。で、このプラスの特典は、まあ、こちら個別の動画にもしておりますけども、まあ、伊勢丹とかで使えるクーポンは、まあ、今年度の半ばなんで、今仮にこのクレジットカードを入会すると4200円分のクーポンがもらえます。で、それがですね、羽田空港で制限エリアで伊勢丹ストア使えるんですよね。で、それが使えて4200円分のクーポンがもらえます。それが年度をまたぐと、今年度の半ばなんで、今もらうと、発行すると2019年度分がもらえますよね、今年分。で、2020年だったら2020年度分のやつももらえるんですよ。まあ、3ヶ月しかないんで、まあ、3ヶ月、5か、あ、7ヶ月ぐらいですよね。の分の、要するに200円分のクーポンが2回もらえるんですよね。それだけでも8400円分使える。で、年に2回ぐらいだったかな。伊勢丹の、カフェとかレストランとかで使える1000円分のクーポンがね、半年に1回ぐらい来るのかな、多分そのぐらいだと思うんですけども、僕も2回ぐらいももらってるんで、半年に1回か、4ヶ月か5ヶ月に1回もらえる。だから結構いろんな特典があるクレジットカードなんですね。で、あと最後に羽田空港国際線ティアットラウンジが利用できます。そのティアットラウンジにも別の動画に出しておりますので、そちらを参考にしていただければなと思うんですけども、まあ、これ何がいいかって、国際線の羽田から出発する場合、このクレジットカードを持っているだけで航空会社のラウンジが使えるんですね。航空会社のラウンジ、航空会社のラウンジっていうのはまあどういうものかっていうと、食事がついていて、でアルコールも飲む、まあ、食事も食べ放題ですし、アルコールも飲み放題で、なおかつシャワーとかもついてます。その3つがついていて、このクレジットカードだけで利用できるっていうのは、正直私の知る限りこの MI カードプラ、ゴールしかないと思いますので、まあ、もうちょっと高いカードだったらあるかもしれないですけども、この年会費これ1万円じゃないですか。で、そこが入れる。で、これ MI カードゴールドプラスって先ほど言ったんですけど、この MI カードゴールドっていうバージョンもあるんですね。年会費5000円。そのクレジットカードでも今言ったティアットラウンジっていうのは入れますんで、そちら年会費5000円で維持できますんで、まあ基本的にラウンジって3500円ぐらいが大体目安だと僕は思ってるんで、まあ2回使えば、その
ゴールドでも元が取れますし、まあ、こちらプラスゴール、ゴールドプラスだと、まあ、そちらの一産ストアとかのクーポンとかね、半年に送られてくるそのクーポンとかを、利用すればね、もちろん年会費はペイできますので、まあ、私はね、その伊勢丹のクーポンはすごい欲しいかと言われると、そんなでもないんで、まあ、今年ね、こちら、そのもう一つ MI カード、ゴールドの方に私は切り替えようかなと思います。年会費5000の。もうそろそろ切り替え時なんで、そろそろこう、解約してね、変えようかと思っているところですね。でもまあこの MI カードゴールドっていうのはね、とてもおすすめになってますんで、こちらですね。で、最後、こちらで。さあ、先日もね、YouTube にもしたんですけども、楽天プレミアムカード。こちら年会費1万円ですね。で、まあこちらの一番の特典はやはり、これですね。プライオリティパス。で、この楽天プレミアムカードは年会費1万円なのに、このプライオリティパス、年間何回でも利用できます。先ほど言ったこのアメックスゴールド、アメックスゴールドだと年間2回までしか使えないですね。3回目以降は普通に現金、これ通しても現金取られるんですよ。ですけども、この楽天プレミアムカードで発行したプライオリティパスは1年間に何回利用してもいいんです。まあ利用できるってことですね。だから追加料金かかんないんですよ。で、私、動画にもしておりますけども、2019年4月より ANA のダイヤモンド修行行きますので、で今回の修行ルートは、まあ、動画にもしている通り、まあ、いろんな、まあ、基本的にニューヨークがメインなんですけども、まあ、それ以外にもね、いろんな国、さらに、いろんな空港もちょっと行ってみたいなというふうに思ってますので、まあ、そういう意味でもやはりプライオリティパスっていうのはすごい、ね、力を発揮しますので、そういう意味でも1万円で何回でも利用できるということなんで、まあ、3回か4回ぐらいのプライオリティパスのラウンジを使えば、まあ、完全に年会費はペイできるかなっていう感じです。で、先ほど言った空港宅配のアメックスゴールドね、まあ、こちらの場合は何回でも利用できますと言いましたよね。自宅から羽田空港、成田空港。で、帰りに成田空港、羽田空港から自宅のスーツケースとかね。まあ何でもいいんですけど、空港宅配してくれますよ。これの楽天プレミアムカードを持っている場合は、年間2回だけなんですけども、利用できます。ですので、そちらは行きに2回使ってもいいですし、帰ってくる便で2回使ってもどっちでもいいんですね。ですので、その代わり楽天のこのプレミアムカード入ってトラベルコースっていうのを選んだら使えます。それ以外のコースだと残念ながら使えないんで、トラベルコースを選ぶとその年間2回だけね、送ったり、送るを2回、受け取るのを2回、どっちかね、利用できますんで、もちろんそれも国際線で利用する場合でしか使えないんですけども、これだと何回でも使えるんですけども、こっちだと2回、でもこっちは年会費3万円ですもんね。まあ、こっちは年会費1万円でプライオリティパスが何回でも利用できて、でなおかつそのクーポンが2年2回だけね、2回使えるっていうことですので、まあ私としてはね、とてもおすすめとなっております。いかがだったでしょうか。今回はね、 ANA じゃない、ビッグマイラーのね、クレジットカードを今回紹介させていただきましたけども、私の中ではですね、今ビッグマイラーのカードで一番、ね、紹介したいなと思うのはこのクレジットカード4枚ですので、今回紹介させていただきました。本来ね、もう1枚 ANA のゴールドカード紹介したかったんですけども、昨日ボーナスポイントがなくなるっていうのをね、ツイッターで見ましたので、今回そちらをね、ちょっと見合わせました。というのも、そのボーナスポイントがあってこそのその ANA の、ね、ゴールドカードだったんで、まあ、今回はね、この4枚を紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。